熊谷坂神社前に集合した山鉾、北祇園祭りは、大分県日田市で行われる引山行事を含む、役よけ神事である。京都府京都市の祇園祭りを手本とした、祇園祭りの一つ。豆田地区の豆田八坂神社、熊地区の熊谷坂神社、及び、武田地区の武田若八グ宮で行われる。小屋入りから、ヤ入りまでを合わせると二十数日間にわたって、 行われる行事で、祭典の一環である、引山行事は、毎年7月20日過ぎの土日に行われる。この間、巡行を行う山ぼこは、豆田地区4期、熊、竹田地区4期と、八坂神社の平成山ぼこの、軽休期。このほか九条横丁の山ぼこ1期を合わせて、計10期が現存しており、北祇園山ぼ会館には、熊、竹田地区の山ぼ4期、 平成山鉾一基、九条横城の山鉾一基の計六基が常時展示されている。山鉾以外に、八坂神社と竹田若八万宮の御子も行列を引いて巡行する。404年前に、引熊城内にあった八坂神社が引熊城廃城の檻に、現在の熊、寺町付近に移され、その後、薬除け神事が行われるようになった。漢文年間頃にはすでに、 杉の用紙などを盛り、幕で飾った引山があり、太鼓などで生やして巡行していたと長島家の古文書にある。江戸時代中期の聖徳四年、南条大観の時、京都の祇園山、祖を手本として、本格的な山鉾が作られるようになった。1972年6月12日に、熊野祇園会として、北市の無形文化財、1984年3月30日に、 北祇園会として、大分県の無形民族文化財、1996年に、北祇園の引山行事として、国の重要無形民族文化財の指定を受けている。また、2016年には、山、保護、屋台行事の一つとしてユネスコ無形文化遺産に、選定されている。祭期間中の田若八山の、巡行が行われる1週間前の土曜日深夜に、 みこし洗いを行う。みこし洗いは、町内に液をもたらす神を、工人神与に引き連れて、川でみそぎを行う神事である。続いて、流れ引きを行い、巡行の安全を確かめる。3日続けて、山ぶこを引いてはならないというおきてがあり、流れ引きは巡行本番の2日前に行われる。百八十九年から、北駅前で行われている集団化お店は、 流れ引きを利用したものである。引山行事の本番は、かつては、熊、武田地区で旧暦の6月10日と6月11日、豆田地区で旧暦の6月14日と6月15日に行われていたが、明治以降は3地区とも、旧暦6月13日から15日に統一され、1971年より7月20日過ぎの土曜日と日曜日に行われるようになった。 林は文化年間に北軍大の目名であった小山徳太郎が長崎で民敵を習得し、それを祇園林として使用したのが始まりである。忍を主戦律に太鼓、小太鼓、三味線で構成され、江戸中期から明治、大正までの続局や羽歌などをもとにした三十、数曲目が演奏される。特に忍は軽祇音のものと違い民敵という、 筑紙ををるももので家にこもったような音を出す曲目は山小屋に収める時や出発する時などに演奏される役物と通常の巡行中に演奏される道林とがある。道林はさらに穏やかな曲調の14日ものと林立てる15日ものとがある。類似する林には浜崎祇園山笠や日田系の吉井祇園。 肩の瀬牛に薬膳した単オン山鉾のものがある。苦膳した単のものは、浜崎ギオンの関係者から習ったと言われており、トライチなど人のものにはない曲目がある。曲は浜崎のもので、曲調、店舗は、北様という融合した林となっている。ギオ音祭りの山鉾、博多ギオン山笠の山笠と同じ、岩山笠。しかし、 博多義園山笠の系統を引かない独特のもので、これと似た構造を持つものは、大分県ここのエマ町ェラ、福岡県受け橋、久留米市等の日田市の周辺にも分布している。山鉾の高さは、江戸時代末期には18の20メートル長に及んだとも言われ、1884年には高さ10.5メートルの山鉾が登場した。 1901年に電線が張られるようになると、山鉾巡行が一時中断されたが、1924年に高さを5から6メートルに低くして再開された。1990年には約11メートルのものが復活し、これ伴って電線の降下工事が実施された結果、現在、熊、武田地区の山鉾で徐々に高さが回復し8から10メートルになっている。 豆田町では高さが6から8メートルと回復の遅れがあるものの、橋越えのためのブレーキがある下町や、高さが5メートルから8メートルに変形する中臼区町などの個性がある。番山の様子。山ぼこは、町賃で飾られている歌舞伎の演目などをもとに花台が作られる。岩山に、滝、流水、館、造花、人形などを左右非対称かつ立体的に廃止。 背後には赤い布地に伝説上の動物、人物等の刺繍を施した膜をかけ、これを見送り膜と呼ぶ。山鉾降欄の下には見送り膜と同じく赤字の布に刺繍を施した水引き膜を回らせる。両者は一体にかけるのが正式であるが、見送り膜をかけずに巡行する場合もある。人形師は長島作造であったが、2012年に指揮をしたため、 ひその長島静雄が中心となって人形製作を担当している。番山ではいくつもの提灯が取り付けられた山ぼこが巡行される。ありがとうございます。